ですね、お互いのことをどのぐらい知ってると思いますか？すべてです。目を見ればすぐに分かりますね。あ、ジャングク、あ、自信たっぷりでございます、はい、本当に目を見れば分かるのか、次のコーナーで早速確かめてみたいと思います。ボーダンマスターは誰？誰？今からですね、各公演で一人ずつメンバー同士がお互いをどれだけ理解し合っているのか、今日の主人公は防弾の魅力満点ボーイ。君は昨日、はいはい、ジミン君です。ジミン君、そうでございます。事前にですね、公式サイトを通じてジミン君への質問をね、いただきました。皆様ありがとうございます、ジミン君以外のメンバーがジミン君だったらどのような答えを出すのか推測しながら正解を出してもらうというコーナーでございます。もし最高点を出してくれた方がいましたら、そのメンバーがジミンマスターになるということでございますよ。はい、皆さんよくわかりましたか？大丈夫でしょうか？はい、さあ、それではジミン君についてね、皆さんに答えていただきますが、ジミン君、最初の問題は何点にしましょうか？第1問。僕は、一番最初に世界を当たることが重要だと思うから、はい、10点。10点。わかりました。最初の問題は10点差し上げたいと思います。さあ、では早速いきたいと思いますよ。まず最初の問題、お願いします。お願いします。どうぞ。ジミン君が今回のアルバムの中で僕もやりたいなと思ったパートはということでございますが、お、V 君早速手が上がりました。おお、どうでしょうか。やっぱりジミン君の友達 V が一番よく知っていますね。おお、ジミン君そうでしょう。このパート、ピータンヌンモル、はい、どんなパート？え、ああ、そうでしょう。ジミン君、あ、ジミン君どうですか？違いますよ。あー、違うのか。まさか。お、ジャイオープ君分かりました？まさか僕？あ、ベイ。あー、イントロール。これはちょっとしたいけど、違います。違うんだ。頑張ってくれたんですけど、他に誰かこれじゃないかなと思うことありますか？あー、パトパトパト、ヒント、全部、5曲全部。そうですね、ヒントです、うん、あ、ヒントくれますか？ピータンヌムルです。はい、タイトル曲を。お、知ってます。あ、じゃあラプモン君ちょっとやってみてください。どこのパートでしょう？このピータンヌムルで、皆さんももう知ってますよ。お、ジミーさんが特に大好きなパートがあります。はい、最近よく言いました。うんうん、あ、たぶん、あ、たくさんジミーさんが話しました、はい、ブリッジパートの、はい、あ、シュガーさんが、はい、いきます。あ、シュガーさんが出る、顔が重要です。わじゃ、はい、じゃないですか。これは正解出ました。ラプモン君が正解出ましたけども、やっぱりあのシュガ君のね、あの部分があのお気に入りだということですけど、やっぱりあのシュガ君のやっぱりオリジナルをちょっと見たいですよね。見せてください。メンバーの皆さん大好きです。いいですか？최대한슬픈顔を、悲しい顔。なるほど、表情が大事なんですね。じゃあ音楽いただきましょうかね。 BGM どうぞ。皆さんオリジナルです。このパート、はい、なるほど。
これは目が一番重要です。目が重要。目が確かに目がいいですね。オリジナルを見ていただきましたけども、この部分をジミン君が気に入ってるらしいので、やっぱりジミン君に真似していただきたいと思います。じゃあミュージックどうぞ。行きましょう。あ、やっぱりシュガーニさんが一番上手ですね。あ、でもなかなか味がありましたね。大きな拍手お願いします。いやいやいや、よかったですね。ということで第1問目はラプモン君がまず10点獲得。あー、10点。あー、やっぱり天才、ね、素晴らしいですね。さてさて、どんどんいきたいと思います。第2問目でございますが、ジミン君、第2問目何点にしましょうか。次は何点にしましょうか。何点。8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 点。100。え、どっち。100 8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 
わかりました。次、正解した人は8点獲得ということですが、次の問題はこちらです。ジミン君が家に戻ってきた時真っ先にすることは何でしょうか。わかりますか。これは本当に簡単です。簡単。ちょっと今ジン君が手を挙げましたけども。お願いします。何をするんでしょうか。服を。やりたかっただけ。ジン君が。いえいえいえ。うちで。いえ。うちで。僕。僕を知っています。あ、知ってますか、知ってますか。僕知っています。じゃあ V 君、 V 君やってください。何をするんでしょう。あ、君が V です。君がジョングク君。おお、はい、 V。 ただいまでしょ。本当かな。違います、違います。怖いです。違います、怖いです。違うのか。なんか信憑性があったんですけどね。2人登場人物も出てきたんでね。はい、来てくださいね。大丈夫でしょうか。さあ、他になんかこれじゃないかなって自信がある人いませんか。どうですか。ああ、まさか。お、J-HOPE くん、わかりました。はい、なぜですか。まあ、みんなよく見てますからね。ないですか。はい、世界が、あ、正解は、あ、まさかそうでしょう。正解。やっぱり兄さん。あ、僕はルーメイトですから。あ、はい、あ、そっか、すぐに横になる。あ、はい、本当に。うちで毎日毎日、あ、そうなんですね。一日頑張ってるということでしょうかね。ということで、当てたのが J-HOPE 君なので、はい、J-HOPE 君、8点獲得。あー、あー、ラップも、あー、僕よりラップも、あー、そう、なので、今のところ、ラップモン君が10点、そして J-HOPE 君が8点ということですので、はい、他のメンバー頑張ってくださいね。はい、ちゃんとね、当てに行っていただきたいと思いますよ。はい、さあ、ということで、最後の問題になりますけども、ジミン君、何点にしましょうか。5点ちょっと待って、5点だったら5点これ5点だったら絶対ラプモン君が1位になるの決まってますよね。あ、50点って。あ、もう、はい、初めから頑張りましょう。はい、はい、なんか当てがいが、ジミン君、本当にそれは、うん、11点。11点ね、11点ね。はい、こちらです、どうぞ。朝起きた時、ジミン君の気分をアップさせてくれる曲はズバリ何でしょうか。これもう本当に簡単です。簡単ですか。簡単ですか。はい、ジン、お、ジン君どうぞ。まさかオウェイクですか。おい、 What away, what away, what away, don't cry。 すみません。あ、違うんだ。違うみたいですね。あれ、V 君なんか言いたそうですけども。すみません。すみません。すみません。
違うんですね。ジミーさん、すいません。あ、ヒシュガ君。はい、もんもん。一直だけ聞いてどうせ。違います。ジミーさん。すいません。ジミーさん。あ、V 君。ん？ん？ネギマリー。あれ？タナタナジョ？ライ。タナタナジョ？ジミー君の曲です。いやいやいや。違うんだ。違います。あ、またまた V 君。ん？お。兄さん。どうせ？どうですか？あ、これはこれは夜中に。ジミ君、ジミ君ヒントをお願いします。ヒント？はいはい。僕のあ僕たちの曲ですか？何ですか？ヒントヒント。ヒントヒント。簡単なヒント。あ、ダンスがダンスがあります。V ダンスがありますか？はい。ダンスがあります。ダンスがあります。すみません。チェ。あ、違う。結構外してますね。バイヤー。ウィンズアルバムです。ウィンズアルバム。まさか、まさか。V。ちょっとまさか。トゥーペー。わー。ピーポー。ピーポー。ちょ、マジで？正解。クロンゴン。じゃ。バイミーツイブーということでございますけどもね。あれ今正解したの誰ですか？今やったの J-HOP くん？チョンガ？J-HOP くん？ってことは J-HOP くんが11点獲得で、J-HOP くん11点獲得でございまーす。おめでとう。ホンミーさんの声が、声を聞くと元気が出ます。なるほどかっこいい、かっこいい声。そうか、みんなすごく頑張ってくれたんですけどもねはい。